クリスチャー乗り道を聞きの皆さん、こんにちは。デニシ恵子です。今回は無理だと思ったのに、私が体験した逆転劇をお話しさせていただきます。毎年夏と冬に長野県白馬にて教会のキャンプが行われています。今年の夏もいつものように参加したのですが、初めて救急搬送される事態が起きてしまいました。教会の集会が行われている時でした。 私も参加をして椅子に座っていたのですが突然右側の背中がピキッと電気が走った感覚がしましたその後から右側の腕頭がしびれてきましたしばらく様子を見ていましたが収まる感情はなくこのまま倒れてしまったら迷惑をかけてしまうかもしれないと思い急いで会場から退席しましたそしてすぐに看護スタッフの方に声をかけ 症状を伝えて対応をしていただきとりあえず血圧を測ってみると上が180を超えていました私は高血圧のため高圧剤を飲んでいましたが薬を飲んでいるのにこんなに高くなったことは今までありませんでしたまた脳動脈瘤の手術をしており定期的に経過をフォローしている経緯があったので もしかしたら脳梗塞や出血を起こしているかもしれないという不安がありました。病院に行った方がいいということで救急搬送されることとなりました。しかし近くの病院が受け入れができないということで1時間半かけて病院に向かうことになりました。救急車の中で最悪の事態を考えていました。もし出血をしていたら緊急手術になるかもしれない。 キャンプ先のの病院なので入院にななななで入ににったらいとと大変になるなと思いましたしかしそんな中で一番に心配したことは次の日に行われるレルゴスペルフェスティバルのことでした私は2チームのピアノの総額をすることになっていましたこれまでチームで練習を重ねてきました出れないと迷惑をかけてしまいますしもう次の日のことですので 別の方に対応してもらうのも大変なことになるなと思いました私は救急車の中で神様にお祈りをしました聖書には全てのことについて感謝するように言っています悪いと思える今のこの状況を神様に感謝してお祈りをしましたそして脳に異常がないように手術や入院になることがなくホテルに帰ることができて 明日のゴスペルフェスティバルに出場することができるようにとお祈りをしました病院に到着するとすぐに採血、CT、MRI と検査をしました脳神経外科の先生が時間外でしたが救急車の到着を待っていてくださりすぐに対応してくださいましたやはり脳動脈瘤の起用があるので心配してくださり丁寧に検査をしてくださいました 検査が終わる頃には症状が治まっており血圧も正常になっていました。検査結果も異常がなく脳は大丈夫とのことでした。明日のゴスペルフェスティバルも出場して大丈夫とのことでした。そしてお薬だけ処方してもらいその日のうちにホテルに戻ることができました。そして次の日は無事にゴス,えゴスペルフェスティバルに出場することができたのです。 そして10年以上同じグループで大会に参加していますが今年初めてグランドチャンピオンという賞をいただくことができました初めて救急搬送されるという事態で無理だと思われた状況でしたが神様に感謝しお祈りした時逆転をなしてくださいました神様に心から感謝いたします、えー、最後までお聞きくださりありがとうございましたそれではまた